市川團十郎白猿さんの心豊かな部屋。ストーマン佐久間大介くんの美味しすぎる超グルメの差し入れ。團十郎さん超美味しい。歌舞伎俳優の市川團十郎さんが自身のインスタグラムに投稿。スノーマンの佐久間さんから頂戴いたしました。たまたまこのケース、知り合いの友人が作ってるお店でした。偶然。やば、何これ、うめ、めちゃくちゃうめ。おい、この投稿にファンからは、さっくんの贈り物おしゃれで美味しそうですね、センスありますね、食べてみたいです。ジェンディのプレミアムビタキャラメルバーですね。以前関連会社に勤めていました。箱にシリアルナンバーが入ってる高級なお菓子で、めっちゃ美味しいですよね。團十郎さんこんばんは。スノーマンの佐久間くんから、嬉しい贈り物、とっても美味しそうですね。甘いものは体の疲れを癒してくれますね。本日もお疲れ様でした。今季一番の大寒波、今夜は暖かくしてお休みくださいね。初めて歌舞伎を拝見させていただきました。團十郎さん貫禄すごかったです。感動でした。さっくんのお土産紹介も嬉しい。食べてみたいな。今日拝見させていただきました。やっぱり團十郎さん素晴らしかったです。襲名とはまた違って、舘様も思っていたより素晴らしかったのです。キャラメルがとろけています。とても美味しそうですね。スノーマンの方々グルメだから素敵な差し入ればかりですね。さっくんから頂戴したんですね、気になります、などの多くのコメントが寄せられていました。ご視聴いただきありがとうございます。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。